エルジェーベト、エルジェーベト、エナベト、1207年7月7日から1231年11月17日は、ハンガリー王エンドレ2世とメラーの皇女ゲルトルードの娘、チューリンゲン砲白ルートビヒ4世の妻、ドイツ名のエリーザベト、エリザベスで、エリーザベトフォン・ウンガルン、エリザベスフォン・ウンガーン、あるいはエリーザベトフォン・チューリンゲン、エリザベスフォン・トワリングンとも呼ばれる。また、 ローマ教皇グレゴリウス9世により、劣勢され、聖エルジェーベト、聖リリザベト、聖エリザベートなどとして知られ、11月17日、正式には11月19日が祝日。カトリック教会、聖公会、ルーテル教会で成人。日本のカトリック教会では、聖リザベト、ハンガリー修道所としても知られる。ハンガリー王女として、シャーロッシュ・パタク城に誕生した。 兄弟は六人おり、ハンガリー王ベーラ四世、ブルガリア皇帝、イバンアセン二世の日となった、マリア、劣勢されたポルトガル王、ディニス一世妃、イザベルの祖母にあたるアラゴン王ハイメ一世妃、ヨランダなどがいる。また母方の叔ばであるシロンスク公ヘンリク一世妃アドビガ、ヘイト妃、アニベーラ四世の娘、マルギトも、それぞれ1267年と1943年に、劣勢。 父方のおばで、ボヘミア王をたかる一世遺コンスタンチエが産んだ十枚、姉仕カも1989年に劣勢されている。四歳の時に、チューリンゲン網伯で、ルートビング家のルートビヒと婚約し、チューリンゲンに連れて来られた。当初の婚約者に目されていたヘルマンが溶接したため、その弟のルートビヒが、婚約者となったのである。ルートビング家とベッティン家との対立といった、 神聖ローマ帝国内部の正常を睨んでのもので、王女であり東ローマ帝国皇帝とも親戚にあたる、エルジェーベトは貴重な政略結婚の具と言えた。アイゼナ派において1221年に14歳で、ルートビヒ四世と結婚。仲睦まじく幸福な結婚生活を送り、三次を儲けた。百二十三年頃に、最初のフランシスコ会修道士が中林園を訪れ、 エリーザベトは、アシジのフランチェスコの教えに触れて信仰心を、熱くした。エリーザベトが宮廷を抜け出して、当時忌み嫌われたレプラ患者の救済に従事して、避難された時、ルートビヒ四世は妻をかばった。その夫婦愛は、ボルフラム・フォン・イッシェンバッハにより、民伝が作られるほどであった。1226年には、 巧妙なフランシスコ海修道士で、異端神門館のコンラー・フォン・ワールブルクを宮廷に迎えている。1227年にルート・ビヒ・四世が、第六回十字軍に従軍中に、薬病のためオトラントで死去し、若くして、未亡人となる。長男のヘルマンはまだ5歳だったため、ルート・ビヒ・四世の弟ハイン・リヒラ・スペガテーリンゲンの、摂生となった。おそらくは、 未亡人の化粧量の取り扱いをめぐってハインリヒ、あるいはシュート姑に疎まれ、バルトブルク城を追われた。しばらく滞在したアイゼナハでは、豚小屋に住む境遇にまで身をやつしたと伝えられている。それを伝え聞いたおばがエリーザベトと子供たちを迎えに、行き、自らのおじの居城である、バンベルク城に送った。このおじはエリーザベトに再婚を進めたが、その候補には、 当時独身だった神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世もいたという拒否して定説を守った。1228年に夫の遺骨を修道院に埋葬した後、シフであるコンラートのいるマールブルクに赴く、聖フランシスコ会に入会して、チューリンゲンから化粧料の代金として受け取った2000、マルクを寄進し、マールブルクに病院を建設して、貧民、病人のために尽くした。 コンダートによる厳しい監督、監視の下、エリザベート自身も、貧民のような生活をしたという。娘ベルトルートは2歳の時に、エリーザベートから引き離されて、修道院に送られた。1231年、24歳で死去。エリーザベートの墓には、死の直後から奇跡が起き始め、巡礼が来るようになった。メシ使いのイルムガルトの証言によれば、 遺体を3日間だけ公開したところ巡礼者が殺到し、生物としてエリザベートの顔を覆っていた布、爪、果ては指を切り取って持ち去るものがあったという。コンラートフォン・マールブルクから報告を受けたローマ教皇はエリーザベートの死の翌年に劣勢のため調査団を設置し、奇跡や生前の行いを調べさせた。1233年に、 コンラートが殺害されて、一旦頓挫するが、エリザベートの義理の兄弟にあたるコンラートン、チューリンゲン、後、ドイツ騎士団総長の尽力により調査が再開された。コンラートは、フリッツラーを破壊した罪で破門されていたが、教皇の許しを請うために、教会やドイツ騎士団に尽くしていたのだった。1235年の聖霊降臨祭の日、教皇グレゴリウス九世はエリザベートを劣勢した。 エリーザベトは、中林ン,ン、ヘッセン、未亡人、病人、パン焼き職人、色士の守護聖人とされている。マールブルクには、巡礼が絶えず、町は、経済的に栄え、ヘッセンの中心都市となってゆく。コンラートフォン中林ン,ンの属するドイツ騎士団は、劣勢と同時に、彼女の墓所の上に教会を着工し、1283年に、完成した。このエリーザベト教会は、 トリアーの聖母教会と並んで、ドイツ最古のゴシック建築とされている、聖母教会の方が数年早いと言われる。その他彼女の名を冠した教会は各地にある。劣勢の翌年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世も臨席し、聖遺物として祀るために、彼女の遺体から頭部を取り外す儀式が行われた。フリードリヒにとっては、皇帝の権威と信仰心。フリードリヒは裸足に、 粗末な身なりで儀式に参加したを見せつける儀式でもあったのだが手紙の中で高貴な生まれのエリーザベットに好意を持っていたことを強調している。彼女の頭骨はフリードリヒ自らの手で冠を、かぶを被せられて生物容器に入れられた。この容器は現在ストックホルム歴史博物館に所蔵されている。十六世紀の宗教改革の最中、ヘッセンを支配していたヘッセン炮白フィリップ。 寛大博は、プロテスタントに転じて、エリーザベト教会もプロテスタント教会に改め、聖遺物崇拝をやめさせるため、エリーザベトの遺骨を、棺から取り除かせた。右与曲折の末、彼女の頭骨と頸骨は現在ウィーンの聖エリーザベト病院に祀られている。2007年は、エリーザベトの生誕800年に当たったため、ゆかりの地である、バルトブルク、アイゼナハ、 マールブルクで大規模な催しが行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。